Esos parámetros, clopramida para las náuseas, vómitos. My wife works in the hospital. He's okay. A nurse. She helps you, okay? Okay, thank you very much. She's waiting. ということで今ウユニ塩湖にいるんですけど、レナが食中毒になって今から病院に行きます。はい、ということで今から病院に行きます。今ね、ホステルのオーナーに病院予約してもらって、ウユニ塩湖のローカルの病院にやってきました。今病院の前なんだけど、今レナは病院の中にいて、でただ一個問題があって、病院の先生がね、英語を全く喋ってくれないという、まあ当たり前なんだけど、スペイン語しか喋れないで、なかなかねこっちの言いたいことが伝わんないっていう中で、ただねレナのお母さんがスペイン語を喋れるんだよね。子供の時18歳ぐらいまでベネズエラで育ったっていう経験があるから、レナのお母さんがスペイン語を喋れるんだけど、だから今ねドイツに電話でつないで、レナのお母さんに通訳してもらって、今病院のね受付が終わって、今から診察なので、ちょっとどうなるかわかんないですけど、多分ね食当たり食中毒だと思うので、ちょっと薬もらって 2,3 日ゆっくりすれば治るかなと思います。まだ呼ばれない。ママ。Buen día. Sí. ¿Náuseas, vómitos ha tenido? Náuseas sí, pero no vomitado. Ya. ¿Quieres que lo sepa?なるほど、今から薬をもらいに行くとね。なんかね、この病院の薬屋さんだと置いてないみたいで、街中のファーマシーまで薬を取りに行きます。ということで街の薬局屋さんに着きました。1,2,3,4,5,6 6箱。お会計は228ボリビアでした。薬をもらったので、これでもう一回病院に帰って、病院で最後説明を受けて終わりです。はい、ということで今病院に戻ってきました。ということで今病院が終わりました。ということで今からホステルに帰ります。はい、ということで今ホステルに帰ってきました。やっぱね、案の定食中毒ということで診断を受けました。いろいろ薬もらいました。めちゃめちゃ薬いっぱいもらったので、まあこの後飲むんですけど、なんで食中毒になったかっていうのがなかなか限定するのが難しくて、っていうのはね、僕のお腹絶好調なんですよ。いつもね、世界一周してる時って俺のお腹が絶好調で、レナがねお腹絶好調っていうのがスタンダードなんですけど、今は僕絶好調でも、レナは食中毒で絶好調で、昨日ね何を食べたかっていうと、まあ、夜ご飯もシェアしてるし、昼ご飯もシェアしてるし、朝ご飯もシェアしてるんですよ。だからレナが食中毒になるんだったら絶対俺も食中毒になってるはずなんだけど、だからご飯じゃないんですよ。俺が口にしてなくて、レナが口にしたもの唯一1個あって、
それがお茶で、多分これが原因なんですよね。お茶で、ちょっとググってみたんだけど、まあボリビアのお水って基本的にね、水道水は飲めないです。でも昨日飲んだお茶はちゃんと沸騰してあって、煮沸したお湯を使ってティーパックで作ったお茶なので問題ないはずなんですけど、問題があるんですよ。ボリビアウユニ塩湖、なぜなら今ね、標高が 4000m 近くあって、沸点、水の沸点が100度じゃないんですよね。だから菌が殺せないんですよね、熱が足りなくて、っていうのをググって分かったんですよ。まあ今ね、いい教訓だよね。皆さんにちょっとシェアしようと思って、ちょっと標高が高いところに行った場合は水は沸騰させても危険ですと。だからいつもボトルのお水を買って、そう、それをつけるでね。ちなみにもう今日はね、本当はウユニ塩湖に行くツアーを予約してたんですけど、マレーナがね、食中毒になっちゃったので、一応今日はキャンセルできて、リスケができたんですよ。なので明日にリスケができたので、まあ今日はゆっくり薬飲んで、ゆっくり寝て、いっぱい寝て、明日の朝起きて、ちょっと明日の朝の状況を見て、ツアーに参加できるかどうか確認したいと思います。なので薬を飲みましょう、いっぱい飲みましょう。ということで、また次の動画で会いましょう、はい、バイバーイ。失敗だね。わお、見て、頑張れ。